フリードリヒ・アルベルト・フェルチュは、ドイツの軍人。ドイツ国防軍陸軍中将を経て、ドイツ連邦軍陸軍大将に昇進し、1961年から1963年まで、第二代連邦軍総監を務めた。兄は、戦後、再軍備にも関わった将軍のヘルマン・フェルチュ。西プロイセン生まれ、第一次世界大戦中の1918年5月に入営し、 不評連隊に配属される。戦後もバイマル共和国軍に残り、小隊長や第17不評連隊副官を務める。1932年に参謀教育を受け、1939年の第2次世界大戦勃発時は、少佐第3軍団参謀だった。 大戦当初の1940年から1942年まで国内予備軍参謀を務めるが、1942年7月に東部戦線にある第18軍参謀に転じ、1943年末に同参謀長に就任。1944年6月に少将に昇進し、同年9月に騎士鉄十字章受賞。1945年1月にクールラント軍。 集団参謀長に任命される。終戦時にソ連軍の捕虜となり、1950年に戦争犯罪人として重労働刑25年の判決を受けた。罪状は、ノブゴロド、レニングラード、プスコフなどの都市破壊と、ガッチナヤプー資金にある文化財の破壊であったが、フェルチュ自身は砲撃は必要だったとして、無罪を主張していた。 1955年に西ドイツとソビート連邦の間で戦争状態の正式な終結が宣言され、西ドイツ首相、コンラート・アデナウアーがモスクワを訪問した際、フェルチはソ連国内の収容所にあった多数のドイツ人捕虜と共に釈放された。1956年、少将としてドイツ連邦軍陸軍に入り、第二軍団長に就任した。1957年に、 第二装甲的団兵士団長。1958年に中将に昇進。1959年から1961年までパリにある北大西洋条約機構欧州連合軍最高司令部で計画部長代行を務める。1961年に第二代連邦軍総監に就任し大将に昇進した。1963年年末をもって退役した。 ドイツ連邦共和国功労勲章大功労十字星、大受章受章。ゴスラーで死去した。ありがとうございます。